皆さんこんばんは。今日も夜にショールームやってみます。なんだっけ、こんばんは。ストラドレイタさん、ハートありがとう。ワサプさん、キラキラありがとう。いや、今日寒かった、わかる。今日はね、めっちゃ寒かったですね。今日は親友ちゃんと遊んでたんですけど、めっちゃ寒かったですね。寒すぎた。でも、ね、日差しは暑くて、こんばんは。ヤッホー、みんな。トメさん、ハートありがとう。嬉しいです。今日は俺の誕生日です。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトラトさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。そうだ、昨日言っちゃったもんね。よかった、歌えて。素敵な一年にしましょう。おめでとう。久しぶりに、めっちゃ久しぶりに歌いました、私。お誕生日の歌、おめでとう。最近だって、最近しーちゃんもお誕生日で、何人か、そう、お友達お誕生日来たけど、直接お祝いその日にできんやったから。そうね、まちゃさん、キラキラありがとう。嬉しいです。32歳、おめでとう。お兄さんだね。こんばんは皆さん。10歳上か、すごい大人。10年。ナンさん、天使ありがとう。ボンターさん、キラキラありがとう。テンモナンさん、ありがとう。なんか、しゆちゃんの髪色を見てたら、私も髪をもっと明るくしたくなりました。なんかさ、明るすぎて、そう、私がなんか暗く見えるんですよ、髪色。結構自分で見たら明るいなって思うけど、でもなんか今日はずっとしゆちゃんの髪の毛を見てたので、なんかめちゃ暗い感じする。もうこの服の色にもよるか、今日の、今の着替えたんですけど。ボンターさん、キラキラありがとう。そう、なんかブリーチせずに、めちゃ結構明るい色になってて、それが綺麗なんですよ。もう色落ちしてるらしいっちゃけど、色落ちがね結構綺麗で、なんかダブルカラーしてるらしい。ダブルカラーまだしたことないんですよね、私。サキポーのババア、かわいい、ありがとう。嬉しい。そう、髪の毛もうね、そうね、もうちょっと明るくしたい。どう思う、みんな明るくするの。タタタタン。さきぽんのパワー、ハートありがとう。ハート。今日は皆さん何してましたか？今日は土曜日ですもんね。みんなお休みかな。いいと思う？明るくするのいいと思う？明るくしたらでもメイク変えなきゃだよね。それがね、そう。
お仕事か。お疲れ様です。お仕事？お仕事の方多いね今日。今日はでもあのまつげがさ一回も落ちんくて、この通りわかる？このまつげがね、今日はめちゃくちゃ綺麗にバサッと、あのいつもさなんか途中で湿気とかで落ちてきちゃって、そうあのビューラーし直すんですよ、遊んでる途中に。そうあのメイク直しするっちゃけど、今日はあのリップ塗るだけで、あのまつげはねビューラー今日は持ち歩かんくてもよかったんじゃないかなっていうぐらい一個も落ちんくって、こっちもいいわ、めっちゃ綺麗やない？ね、どう？さきぽのパパキラキラありがとう。パサパサなの？いや違う、パッサパサ、あのクリオンってん？ギュルーンって感じ？うん。このわかる？これわかりますか？ここの怖がってるの。そんな感じ。ソースイさん、クリスタルクマちゃんありがとう。あやなさん、レインボースターありがとう。嬉しいです。そう、今日は親友ちゃんにあのマツパ行ったやろって言われて、そうマツパ行ってきたやろって言われて、いや行ってない行ってないって言って、行っちょらんよって言って、そうマツパ行ったかと思ったって言って、そう親友ちゃんは毎月マツパに通う子なので、私はなんか気分で行くんですけど、そう気分とかあの AKB の時はまあコンサート前とかはよく行っちゃったっちゃけど、そう今はねでもねマツパも落ちちゃって、そうあの劇場公演、あの卒業公演の前に行ってからもう行ってないので、一覧からもう落ちちゃって、でもさあの昨日見つけたんですよ、私が持っちゃったけど、あの髪色と合わんからっていうあれでずっと使ってなかったマスカラを昨日からまた使い出して、そしたらそれがめっちゃまつげキープ力がある、まつげカールのキープ力があることに気がついて、今めっちゃ気に入ってるんですけど、でもこのマスカラめっちゃ落とすのが大変で、昨日ね結構まつげ抜けたんですよね。そうでもこの量すごくない？そうまつげがねこれね結構落とすの大変なんですよ、落とすのにめっちゃ時間かかっちゃう。そうギュルパスじゃないよ、でも確かにちょっとパサパサしてるかもしんない、めっちゃ塗ってるから。直角サンシャインぐらい上がって、そう直角のあの太陽をなんだっけ路線バスのフロント反射してるもう一度大事なものをどこかに探しながら、マツパっておいくらぐらいですか？いやもうねお店によるね、めっちゃ高いっていうか、高いところやったらお高いところやったら7000なんぼとかするっちゃけど、でも普通にお安いとこだったら3000円とかでもできるし、なんかさあの新人教育のためみたいなやつだったら、なんか都会とかだったら無料でできるとこもあったりするし、まあバラバラですね。まあでも標準で言うと5000弱ぐらいかな。4000円ぐらいが普通じゃないかな、4000弱とか。
結構するんですよね。そう、うん、会社の中に気になってる人おるんやけど、うん、その人と仲良くなりたいなとは思ってる。おお、なろ、なりな、なりな。32歳の目標、抜けたので、抜けたのでいいのでまつげ分けてもらいます。抜けたらもうどっかに行っちゃったわ。こんばんは。ね、7000円はお高いよね。そう、でもいいとこだと7000円はしますね。でも7000円するとこはあれですね、まつげパックとかついてるのかな。あ、アイパック、アイパック、あのまつげを洗うとこから始めたりとか、あとはまあキープできる日にちが多分他のとこに比べて数週間長いとか、そんな感じ。普通のお店なら1ヶ月持つところを2ヶ月くらい持つよとか、そういうのでもなんか違ったりするね。あとなんかね、種類があるんですよ。まつげカール、まつげパーマとパリジェンヌとか、なんかニューヨークなんちゃらとか、なんかいろいろあって、そういうのにもよる、技術による。散髪するのに1回3500円だからかなりかかる。わかる、なんか髪の毛より高いよね、下手したら。いや、髪の毛と同じぐらい。女の子って大変ですね。牛丼20杯食べれるって可愛い。牛丼で計算する？牛丼20杯も食べれるの？牛丼20杯？いくらよ、牛丼。牛丼20杯。なんで、ちょっと。なんか。え、7000円で計算した？あ、350円か。そっか。食べれるね。20杯。すごい。そう考えたら、高いですね。遅刻しましたって。ヤッホー、まだ始まったばっかり。結構そうだから、まつげは。でもさ、まつげさ、本当に昨日からいい感じなんですよ。私15杯、でも20杯で計算したら350円ってどう？そんぐらい。磯風さん、ハートありがとう。まつげ良くない？どうですか、このまつげ。何の話してたと。え、最近まつげ、最近っていうか昨日からまつげのコンディションがめちゃ良くて、あの親友ちゃんにまつぱしたやろって言われたっていう話してないんですよ。まつぱ、うん、むしろまつぱもう落ちちゃった。うん、さすがにもう、そうね、卒業公演前にしたので、数日前にバッチバチに、そう、上がってるんよ。このマスカラ最強ですよ。なので、そう、髪もほぼ自分で切るので余計高いな。あー、普段、そうね、美容室で髪切らんかったわ。確かにより高いって思うかも、かもね、マツパ。ネイルも一緒ぐらいですよ、でも。うん、あ、そうだ、サオのネイル変えたっていうか、今日自分で塗った。この親指だけはちょっと先っちょ切っていい感じに残してるんですけど。そう、そう、磯風さん、クリスタルコマちゃん、ありがとう。そうなんですよ。そういえば、ついに卒業公演の時のネイルを落としたっていうか、剥がしまして、そう、自分で塗りました。めっちゃ綺麗になった。そう、ちょっと待って、止まっちゃったよね。私がとんかつ食べに行くのと一緒ですねって。そう、見て、綺麗に塗れた。うん、
さあちゃん写真見て USJ 行った気分になった。うん、なった。だいぶね、だいぶね。いいなって思った。高一さん、しのハートありがとう。ハートありがとう、いっぱい嬉しいです。今日もお仕事でしたって。お疲れ様。えらい、土曜日にお仕事なんて。明日お仕事、日曜日に、日曜日にお仕事行くんですね。楽しんでください。楽しんでくださいじゃない、頑張ってください完全に間違えた。マスカラって聞いてます。マラカスが浮かぶのって私だけ。はい、それはもう完全にわさっぴさんだけですね。ズッズズ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 っていう音楽が流れてるんですよね、きっと。マンボウって。うんうん、そうだ、あの9点の目代わりが今日、あの第1弾今日で終わるんですよ。そう、今日で終わるんですよ。なんかみんな買ったりする？情報技術研さん、ハートありがとう。今日も明日もお仕事ですって。わー、頑張って。シャカシャカ聞こえんねん。何にも聞こえません。うん、来月久しぶりに東京遠征決まった。おー、いいね。ね、早く会いたいよね、みんな。JR 東海のパック旅行、ブラックフライデーセールで1000円引き。いいね、いいね。浩平さん、ケーキありがとう。そう、ブラックフライデーじゃない。あ、そう、ブラックフライデーもさ、なんかアマゾンとかでもやってるんじゃないですか。なんかいい商品ないですか。私はあの9点の目代わりで欲しいものがあって。そう、メイクね。そう、迷ってますけれども。そう、なんかファンデーションとか。そう、ぬん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 、今年はないとして来年会えます。会いたいよね。うん、そういうのも会いたいですよ、もちろん。みんなあの貯めてて割引になってから某メンバーにプレゼント買ってあげたの。なになになに、何を何を。ブラックフライデーで香水買いました。おー、おしゃん。そう、なんか9点ね、第1弾第2弾第3弾ってあるんですけど、そう、第1弾が今日までなんですよ。そうで、 20% オフになる券が4つあるんですよ。4枚あって。そう、何を買おうかなって思って。なら会いましょうよって、どこで待ち合わせしますって。前の前来てくれんの前の前に来てくれんの。船で、お船で。香水まだどれにするか決まらないね。何の香水？シャネル。おシャネル。なんかさ、香水屋さんとか行くとさ、メイクショップ、メイクアップショップ、うん、なんていう？あのお化粧品売り場に行くとさ、よくあの香水のなんか、香水を嗅ぎながらお買い物してくださいみたいな、たまにあるんですよ。そう、なんかそれもらってさ、めっちゃいい香りって思う時と、ちょっと合わんなって思う時あるよね。うん、なんか新作ですみたいな、これを嗅ぎながらお楽しみくださいみたいな
ないですか？あるんですよね、たまに。うん、なんかメイク用品とか香水が売ってるようなお店。アランドロンのサムライブラックライトクロスってやつ。むず、なんか映画の名前みたい。船降りたらお願い、船降りたらでお願いしますって。前の前でもニコニコショップの前でもいいですよ、かわいい。食べる気満々やん。ニコニコショップ美味しいよね、大好き。うん、絶品。うん、でも匂いが長持ちするのがいい。確かにね。だって香水ってさ、なんかセカンドサードみたいな、なんかさ、あのあるじゃないですか、一番目 に香る香りと数時間後に香る香りと最後に出てくる香りみたいなのあるじゃん。あれは難しいよね。ちなみにアランドロンはフランスの俳優さん、が使ってる香水ってこと？あ、が開発した？なんだろう。トカチンさん、ハートありがとう。シゲオ007さん、キラキラありがとう。こんばんは。ショート、ライト、レフト、センター。野球やん。詳しい。野球も詳しいじゃん。すごい。こんばんは。そう。でもブラックフライデー意外と私何も買ってないですね。うん、なんかもうピンとくるものがね、なかったかも。磯風さん、キラキラありがとう。私はファブリーズ。いつでも買えるじゃん。そうね、ファブリーズは裏切りませんから。うん、タッチアップとか知って、タッチアップって何？逆にソロンが知らないわ。うん、タッチアップ、ファブリーズね。久しぶりに聞いたわ、ファブリーズね。そういえばさ、学校の先生がさ、学校に遊びに行った時に、ファブリーズと思って、お部屋のさ、カーテンにさ、ファブリーズと思って、かけてたスプレーがあったんですよ。そう。そう、学校の先生が、自分の、教官室みたいなとこ、自分の職員室みたいなとこにの、自分のエリアの、カーテンに、ファブリーズと思ってかけてたものが、そう、柔軟剤だった時があったんですよ。絶対ベタベタやんと思って、でもいい香りのやつ選んでて、なんかね、めっちゃ可愛かった。そう、超可愛いと思って。うん、そう、なんか分かってなかったですね。そう、柔軟剤とファブリーズのあれを。ジーナシスもオンラインショップでブラックフライデーセールいや、そうなんです、やってるんですよね。マジックリンじゃなかった。そう、めっちゃお茶目だよね。そう、めっちゃお茶目って思って。そう、しかもあれですよ、めちゃめちゃおじさまなの。うん、そう、めちゃくちゃ仲良かった先生で、そう、しゆちゃんと遊びに行った時に、そう、気づいてびっくりした。通ってる時は全然気づかなかったけど、そう、めっちゃ面白かった。スプレー式のフレグランス柔軟剤ならギリセーフ。ああ、でも柔軟剤だったんですよね、スプレーとは言いつつ。うんうん、宮崎って天然多いの？いや、天然じゃないですよ。そう、
って面白いよね。シュガキさんキラキラありがとう。それはめちゃくちゃ面白かった。ファブリーズどこをどうやったら間違えたんっていうぐらい本当にねおかしかった。でもめちゃくちゃ香ったらいい香りしてた。うん、カーテンが黒っぽくなかったって。ランドリンかもね。いやもうねだいぶ前やからね全然そういうの覚えてないですね。うん、覚えちょらんけどとにかく面白かった。うん、間違える人おるっちゃって思って。うん、だってスプレーのさ中身を間違えたんかな。何なんやろ、すごいよね。でもさ柔軟剤やからさ間違いなくさ、まあ、いい香りになるじゃないですか。トムさんのバースデーイベントいいね。今日そういえばあれじゃない、ノースリーブスさんのコンサートですよね今日。ゼップ羽田かどっかだよ、ですよね。うん、行きたかったな。うん、今日ですよね。行った方いる、おる、おらん。今日やないっけ、25ですよね今日だよ多分。やってたみたいだよね今日ですよね。もう終わったかな、なんかで配信してましたっけ、ユーネクスト、なんだっけ、なんかやってたっぽいんですよ。トカチンさんありがとう。メロディー、国王さんやっほー、綺麗だねってありがとね。こんばんは。ホワイトムスク系買おうかな。ホワイトムスク、そのも大好きだよ。うん、いい香り。綺麗だもんって嬉しい、ありがとう。サウナの配信見るくらいかなって。最近オタクっぽいことしたよなって。何キュンとしちゃうじゃん。ありがとう、毎日欠かさずに見てくれて。いいね、最近オタクっぽいことしてるの、サウナの配信って。毎日見てね。なんか、うん、何、秋元康さんがノースリーブス20周年続けたら新曲書くとビデオメッセージして爆笑してたみたい。え、今何年なんですか。15周年ぐらい、10、10、うん、15周年ぐらいかな、なんですかね。へえ、じゃあ絶対に新曲ありますね。え、じゃあさ、え、ノースリーブスさんってさ活動別に再開したわけじゃなくて、再開も中断もしてないか、しょらんね。ただ何周年かでコンサートをすることになっただけだっけ。どうなんだろう、これからも活動されるのかな、コンサートとかやんのかな。すごいよね、すごいよね、レジェンド、レジェンドだよ。15周年、じゃああと5年じゃん。12月2日まで、あと数日、1週間ぐらい、うん、1週間ちょうどぐらいか。 Unext で見逃し配信あり。じゃあもうコンサート終わったってこと。でも10時やったら終わってるか。どこでしたっけ、ゼップ羽田。高見菜さんと同じ、同い年。
それぞれおいくつですっけ。確かにかなり初期のユニットとか1番目ぐらいじゃない。1番目でもないね。大レジェンドだよ。すごいよね。私あれ見ましたよ、峯岸みなみさんのランダムダンスの、ノースリーブスさんのランダム AKB のダンスの企画今朝見ました。それこそ、そう今朝見た。ソーセイさんキラキラありがとう。そう、なんか嬉しくなっちゃうよね。私が小さい頃さ見てたね、メンバーさんの踊ってる姿見れるのって嬉しくない。あ、本物だって、懐かしいってなっちゃう。私が見てたやつこれこれみたいな。あ、こじはるさんが35歳。なるほど、そうですよね。でも3人の中だと一番年上ですよね。めっちゃ骨鳴る、ポキポキ。そう、ランダムダンス踊ってて、ハートエレキとか唇にビーマイベイビーとかいろいろやってた。前田敦子さんもビデオメッセージ、すごい。もしかして初期面さん全員ビデオメッセージ的な、見たことおらん。一番最初は中、渡り廊下走り隊さんがあれなんだ、先なんですね。そんな遅かったっけ、ノースリーブスさん。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、リボンをかけてが好き。あれカバーですよね。めっちゃ好きでした、私渡り廊下走り隊さんの。めっちゃ聴いてた、リピートして。そう、あのミュージックビデオめっちゃ見てました。スカパーのさ音楽番組でさめっちゃ聴いてたわ。そう、バレンタインでキスが流れてる時間がめっちゃ好きでした。めっちゃ好きだった、嬉しくなってた。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、ダダンダダダンダダダ。すごい、リリー・フランキーさん、小室哲哉さん、すごい。あ、ディーバさんね、フレンチキスさん、ノットエットさん。そっか、ノットエットさん、そっか、新しい方ですもんね、割と。あ、ディーバさんが、あと N3B って何ですっけ。あ、ノースリーブスさんってさ、そういえば名前さ、いつの間に変わったんですか、英語に。カタカナやったよね。でも渡り廊下走りたいさんが、まゆゆさんたちがユニットではさっきなんだ。ノースリーブスさん、フレンチキスさん、ノッテッドさん、ディーバさん。チョコラブって何ですっけ。チョコラブ、チョコラブ、チョコラブって誰のユニット。チョコラブ、コラブ、ライト誰のユニットですか。私結構ユニット系好きでしたね。まあ、ノッテッドさんが一番好きやったけど。
よぜ。チョコプラかと思ったって確かに。ナナナズケのイエー。君に走るより腕の中で腕の中で週末にキスをしようぜ。平日の二人の家あともう少しで、寂しさを走り抜けよう、愛しさに向かってこへ。僕は自分にも言い聞かせたい、寂しさを走り抜けよう、幸せの時へ来へ。どれだけ大切か、会えないから分かり合えるよ。チョコラブは活動期間平成、あ、違う2007年4月から2008年1月、あ、短かったんですね。あ、木本さやかさんと宮沢さやさんと中西里奈さん、中西里奈さんってどなただ。へえ、3人。お、知らんかった。意外と知らなかったかも。寂しさを発し、あ、北川景子さんのやつね。あれが北川賢治だ。僕はもう一度。アミナさん。めーすご。すごい。川へみんながそう呼ぶ。それ以下は絶対いない。あーバカのセンター。かわいいリナさん、かわいいよね。かわいいですよね。もうママなのか。ママですよね、確か。すごいな。もうさ、私が小さい頃っていうか、小学生の頃とか見てた先輩方結構ママになってるわけじゃないですか。すごくない？あ、できてるね。うん、知ってるわ。ここだけの話、ジャイアンツのファンフェスタで暗転してペンライト振る演出でエイトのを振ったって面白い。浮かんやった？嬉しいね。でもなんかそうやってやってくれて、え、ファンフェスタってことはさ、東京ドームでってこと？嬉しい。そうなんや。偏差値70超えの噂があるん？じゃあさ、何？振り？あれもなんか演技してたってこと？でもだとしたらすごいよね、逆に。すごすぎる。演技だったらすごいね。でもすごい。それでセンター、ネタやっちゃう。え、じゃあ全部ネタ？すごい。え、でも絶対、でもさ、頭良さそうですよね。だってあんなに演技すごいじゃないですか。
サーモンの天然は演技ではありません。サーモンの天然じゃないので大丈夫です。天然じゃないですそもそも、うん、今日は真ん中の一個のサッカーの試合を見に行ってきましたって。いいねそういうの、ほっこりするね。チビさんやっほー。わざっぴさん、あの違いますから、さあ天然じゃないんで大丈夫です。天然じゃないよ。なんか今日口塗りすぎた？でも画面で見えたらもう分かんないね。リアルに見たらめっちゃ塗ってる。天然じゃないです。シゲオ007さん、クリスタルコバちゃんありがとう。あーあーまた始まった、嫌ですね。天然記念物説、天然記念物なんかそのちょっと特別みたいでいいじゃんそれ。あそう、自然育ちなのでまあまあそういう意味ではいいですよ。オブラートに包むの、オブラートに包んでください。トカチンさん天使ありがとう。うん、天然育ちなのでいいですよ別に。皆さん天然に囲まれて、天然自然にいっぱいに囲まれて育ってるんでいいですよ皆さん。そういう意味ではいいですよ。そういう意味では天然です。分かった、天然記念物と思えばいいのか。うん、ビジネス天然より素敵、ビジネス天然。東京ドームでエイトのペンライトを振るって通信、あエイトの本物のペンライト持ってたってこと、最高だね、最高じゃん、いいねいいねいいね、ありがとう、パワーを送ってくれて。演技ではないところが好きです。あ、だからね、そもそもね、そうあの天然じゃないのよ。分かってるみんな。そうあの天然じゃないの。ちょっとここテストに出ます。本当に。うん。天然ではないです。うん。天然ではない。演技ではないところが好きねえ、なんそれ。演技も何もさ、まずさ、その天然じゃないんだけど、天然じゃなくてピュアね。ピュアって何ですか、ピュア、ピュアって、ピュアってさ、ピュアって、ピュアって、ピュアってさ、ピュアも一緒じゃない、それ可愛いってこと。つまりサーモンは月足天音さん、え月、いや、つしまやまねこと、誰それ、誰ですか、同じ純粋、あーまあ一番褒め言葉どうなんだろう、すです。す純粋、ピュア純粋、ピュアが純粋で、純粋って褒め言葉なのかな。天然は武器だからね、天然じゃないの、うん、純粋ね、純粋、純粋普通ってことでしょ、じゃあいいじゃん、純粋正解。うん、真心さんこんばんは、嬉しい。褒め言葉、じゃあ受け取るわ、じゃあ受け取る。ピュアね、ピュア、ピュア可愛いじゃなくて、真心さん可愛い
ありがとう。あ、心が綺麗ってこと。あ、それはめっちゃ褒め言葉。めっちゃ褒め言葉。ナイス。褒め言葉なので受け取ります。かたくなに天然ですって言わないところも好きです。だから天然じゃないの。うん。うん。うん、あ、天然記念物の猫。あ、天然記念物。天然記念物の猫。まあそうなの。でも猫に似てないのでね。天然じゃないのよ。もうみんないじるね。みんないじるの好きですよね。よくないですよ。うん、違います。めっちゃソランをいじめられてる。誰か助けてください。宮崎の大自然育ちのピュア娘。あ、まあ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 、ちょっとディスられてる気もするけど、まあいいでしょう。いじられるの好きじゃないです。サーノン猫も犬もダメ。ああ、そうですね。サーノンは、まあどっち派でもないですね。はい。誰も助けない。わかる。誰も助けてくれないんですけど、本当にどうしましょう。敵。真面目な頑固者。いやいや、本当にでも真面目じゃないよ、サーモン。うん、よく言われる。よく言われます。でも真面目ってよく言われるけど、全然真面目じゃない。うん、どこが真面目って思うから真面目じゃないですよ。不真面目。不真面目っていうのもちょっと、不真面目っていうのも違うけど、真面目ではない。うん、動物全般ダメなんやって。いや、なんかさ、あの触るのが嫌なだけで見るのは全然いいんですよ。でも、そうの好きな動物聞かれたら、ホワイトタイガーとか白クマとか答えちゃうかも。そう、真面目。そうそうだね。え、なんで真面目って言われるんやろ。なんでだろう。気使っちゃうからかな。気使ったらさ、真面目っぽく見えるじゃないですか。わかる。なんていう。そうね。真面目っぽく見えるからかな。真面目じゃないけど。うん。だから、あの、めちゃくちゃ仲良くなった、めちゃくちゃ仲いい親友ちゃんとかお友達からしたら、さ、あの真面目って思わないと思うんですよ、絶対に。そう、だからあれです、もっと私のこと知ってください。そうですね。そしたら真面目って思うかもしれん。うん、なんかさ、真面目って褒め言葉なのか褒め言葉じゃないのかわかんないんですよね、私には。うん、真面目じゃなければあれだけの曲を振り入れを短期間でできない。うん、そうね、100曲近くあったもんな。4月3月とかね。なんで触るのダメな。動物大好きなんで、大好きです。なんで、あ、うーん、怖いから。うんですね。うん、ゆいみたいに意外に真面目だけどちょっと抜けてるところが好き。ああ、でもそうやって言ってくれたら嬉しいね。仲良くなれるように頑張りますって。仲良くなろうね。うん、あ、そう、噛まれたりするのも嫌ですね。じゃあ、サーノの努力くらい。いや、でも自分でさ、それは言えないじゃないですか。
もうとりあえず真面目ではないんですよ。はい、これ真面目かどうかわからないけど根性があるのはわかるって嬉しい。そうね、マブダチですもんね皆さん。でももっと私のこと知ってくださいぜひ。はい、トガチンさんキラキラありがとう。意外といじっぱり。誰だですか。私いじっぱりじゃないですよ。寝るの？じゃあそのまま寝ようかな。でも何時から始めたかちょっと分かんなくなっちゃったから、とりあえず1時間経ったらやめる。そうする。トゥ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 。サーノンは真面目ではないですって。適当ですって。そうですね、サーノンは真面目じゃないよね。わかる。うん、あのいい意味で適当かもしんない。根性あるし行動派なんです。行動派でしょって。でなき台風で行けなかったオーディションねじ込んで合格できないもんって。でもそうやって褒めてくれるのは嬉しいですね。まあでも行動力だけはあると思いますよ自分でも。それは認める。うん、24分ありがとう。あとじゃあ数分ですね。うん、30分からありがとう。そろそろランキング読むか。適当が一番楽ですか。いいと思う。いや、わかる。適当最高ですから。うん、こんばんは。そう、真面目ではないけど、まあそうですね、行動力だけは自信がありますかね。うん、適当最高よ本当に。適当最高なんで、ちょっとある程度は適当にねやるのも自分のためですよ。何事も偏らず冷静に見極めていれば大きく外れることはないよって。そうね、確かに。ふざけたりする。全然するよ。めっちゃふざけてますよ。めっちゃふざけるよ。うん、うん、やっぱさ、親友ちゃんとかってさといるとさ、親友ちゃんもそうだし家族といるとさ、まあ心許してるわけじゃないですかねそうだから、心許してる家族とかお友達の前だったらめっちゃふざけれるじゃないですか。うん、めっちゃふざけてますよ。うん、そうね。うん、ヘイトのメンバーの前でふざけたことあった？ヘイトのメンバーの前で？いやでもさ、同期の前では心許してるからね。同期の前では、うん、そう。おみじゅの前とかはめっちゃ適当ですよ私。うん、適当っていうかめっちゃふざけてますよお互いに。私の前でもふざけてください。いや結構さ、結構ふざけてません？どう？まだまだ。でもじゃあみんなもうちょっと仲良くなんなきゃね。うん、仲良くなればなるほどですから。そうですよ。仲良くなりたい。十分仲いいけどもっと仲良くなろう。そしたらきっともっとサーノのことがわかるさみんな。うん、そうね。
ふざけてた記憶しかないってお話し会やろう。ほらそう、お話し会さ、あのだいぶふざけてましたよね。あの乗ってくれる方は特に、うん、サーノンと仲良しになりたいです。十分みんな仲いいけどね。仲良くしてください。お話から話すことに精一杯でふざける余裕がなかった。うんうんうん、それはもちろん、それはもちろんね。みんな嬉しかった。なんか一生懸命緊張しながらもお話ししてくれる姿とかね、嬉しかったから。よし、じゃあね、そろそろ今日ランキング読んでいきたいと思います。皆さんいいかな、終わってそろそろ、もうすぐ30分ぐらいですよね。いやそうだよ、もう4年、もう4年ぐらい経つんですよ、みんなと出会って。早いよね、4年以上経つね。もう5年目ですから、うん、5年目。29分、ありがとう、教えてくれて。緊張で震えてましたが、サーモンがふざけてたので助かりました。全然震えてなかったですよ。うん、お話から伝えたいこといっぱいありすぎて、サーオンに早口だねと言われた思い出。いや本当に、でもさ、なんかそれだけ早口でさね、いっぱい伝えたいこと伝えてくれて本当に嬉しかったよ。あと3分で1時間、ありがとう。磯風さん、ハートとキラキラありがとう、嬉しいです。じゃあそうそう、今日はランキング読みますね。サーノの前で緊張したことはないけど、ドキドキしたことはある。嬉しい。よし、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位はマッチャさん、ありがとうございます。12位はアヤナさん、ありがとうございます。初めてお読みするかもね。11位はコウヘイさん、ありがとうございます。10位はマゴコロさん、ありがとうございます。9位はイソカズさん、ありがとうございます。8位はソースイさん、ありがとうございます。7位は RR さん、ありがとうございます。6位はシゲオ007さん、ありがとうございます。5位はナンアットマークサーちゃん、いとおしい、大好き、サーちゃんしか勝たん、ありがとうございます。4位はサキポーのパパ、ありがとうございます。3位はトカチンさん、ありがとうございます。2位はワイサップさん、ありがとうございます。そして1位は国曜さんでした。ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。うんうん、スクショください。 OK、 ちょっと待って、せーの、うんうんうん、待って、うん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 、うんうんうん、オッケー、みんなありがとうございます。うんうん、ありがとう。じゃあみんな、またパーカー着て配信してほしいな。おお、パーカー希望ですか。いつでも来ますよ。OK。じゃあまたみんな遊びに来てくださいね。ね、今日めっちゃ寒いから、みんな本当にあったかくして寝てね。あのもこもこ靴下とか履いてあったかくするといいよ。そうなの、ちなみにもこもこ靴下今履いてます。
おじいちゃんとお揃いのもこもこ靴下をそのまま履いてます。でもあったかいやつ履いて寝てね。気が向いたらまた来ますって通ってください。じゃあみんな今日もありがとうございましたよ。ろうそくに見てくださって。みんな土日はさ何時ぐらいが見やすいですか？みんな土日って何時が見やすいの？そう、おじいちゃんとお揃いにしたの。私がお揃いにしたくて、そう、あのおじいちゃんとお揃いのやつにした。そう、かわいいでしょ。そう、私が、選んだ。そう、ドゥ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 、何時でも今のぐらいがありがたい。明日もお仕事。おじいちゃん幸せだろうなって。私も幸せです。おじいちゃんが幸せなら私も幸せです。8時に仕事が終わるから8時からだったらいつでも見に行きます。うん、なるほど。でもさ、なんか私のイメージ的には夕方ぐらいがなんか見やすそうな気がするんですけど、今日の時間なら見れるはず。夕方は月曜までお仕事、大変だ。お疲れ様です。つぶやいていただければ。おお、ありがとう、繰り合わせてくれるって。じゃあ皆さん、またお時間をお伝えするので、また見に来てくれたら嬉しいです。ぜひ反応たっぷりしてください。ショールームの入室私がした時には、夕方は仕事しながらギリ見れる。なるほど。昼はなんかさ、この時間帯ってそう、起きてる方は見れるけど意外と見れない方もいたりするしますよね。もう寝ちゃってたりとか。何時がベストなんやろうってちょっと探り探り、そう、なんかせっかくハイシーズンな、そうね、みんながね見れる時間がいいじゃないですか。お昼はがっつりお仕事。そっかそっか。じゃあまたできそうな時間にみんなに伝えますね。ショールームのファンルームの方を使って、じゃあみんなじゃんけんしましょうか。昼はたまに寝落ちしてる時もあるって。私もまあまあ仕事してるんです。偉いよ。サノの体調考えて配信してくれてたらいいんだって。真心さん優しい、ありがとう。よし、じゃあいきますよ。せーの、空のじゃんけん、じゃんけん、ブン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 。みんなありがとうございました。じゃあまた次の配信で会いましょう。ありがとうみんな。ブン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 。今日もね、そういえばバイク乗ってる方がねいて、いいなーって思いながら、そう、ブン、みんなありがとう。それではおやすみなさい。バイバイ、またねー。